せーの、こんにちは、ひまひまです。そして、あです。あです。取り合わせて、ひまるです。はい、はい、というわけで、今日はあるちゃん何をするかと言いますと、せーの、じゃーん。クレアさんの1000円福袋、はい、5000円相当のものが入ってるんですけど、はい、今回はそれをあるちゃんと一緒に開封していきたいと思います。これは10月ぐらいに撤退しちゃうんですよ、クレアードさんが日本から。全部？もう全店舗。で、なんかセールをやってまして、もう本当に全部安くてびっくりしました。で、これが5000円相当のポーチとかアクセサリーとかが入ってる1000円福袋なんですよ。1000円って結構ね。そう。そういうわけで、今回はこちらをね、開封していきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。だからさ、あの中身が違うと思うんですよ、多分。はい、だからちょっと目をつぶってやってみますね。はい、こうぐるぐる回して。いいですね。はい、多分全く同じものが2つ入ってる、1つずつ入ってるのか、全然違うものが入ってるのかも分かんないから。おー、あ、服の袋なんかね。うん、うん、そう。じゃあ交換、交換っていうか、こう回していきましょう。はい、ドゥンドゥンドゥルー、あ、そういうやつ。ドゥンドゥンドゥン、じゃーん、じゃんじゃんじゃん。これにしよう。あ、はいはい、なんか変わったかな。というわけで早速開けちゃいましょうか。はい、なんかあるさ、私たち今日の服似てませんって言おうとしたけど全然似てなかった。じゃん。あ、でもさ、なんかでもこの辺が似てない。そうそうそう、ここら辺も、うん、まあまあまあ、じゃん。わっ、なんかすごいよ。わっ、何ですか。じゃあ一つずつ出していきますか。はい、開けてみましょう。はい、何点入ってるのかもわかんないですね。はい、よし。なんか大きいのがあります。おー、なんか大きいのが出す。ウサスライドもあるな。大きいのもある。大きいの、大きいなんかやつ出してみる。せーの、じゃーん。あー、同じじゃん。同じじゃん。あ、ちょっと色が違うんだ。え、もう一回一回開けるよ。はい、はい、じゃん、こちらです。二人ともなんかこういうのが入ってますね、うん、なんかね、中にもね、うん、なんか入ってます。開けてみますよ。お、イヤリングですか、これは。本当だ、同じじゃん。こんな感じでいろんなのが入ってるので、これも後で紹介していきたいと思います。次行こう。次はなんだ、なんか硬いやつがない。あ、硬いやつある。これ行こうか。せーの、じゃん。わはは、同じやん。こういうのもしっかりしてるね。これも後で紹介しましょうか。はい、ガラとかね。次、え、なにこれ、なんか、え、なんかビニールっぽいのもありますね。じゃあビニール、あ、ありますね。行きましょうか。せーの、じゃん。あれ？え？あ、なんかそっちの方がしっかりしてますね、全体的に。ん？なんかそういうしっかりしてますね、あなたの。見てください。なんかね、こういう文房具系ですね、これは。うん、メモ帳と、なんかね、こういうのが入ってました。お、これ同じです。なんかね、うん、こういう、じゃん、こちら。なんかヒマはね、こういうペラペラのビニールに入ってたんだけどね、アルちゃんはこうしっかりしてる。こちらまず定規ですね。定規ですね。全く同じのが入ってました。全く同じです。はい。で、あとこれなんかボールペンかな？ボールペン。うん。キラキラしたボールペン。なんていうの？そんな感じ。あ、鉛筆削り。なんかさ、最近さ、うん、美術とかでさ、鉛筆削ったりする、うんうん、ね、色鉛筆とか。あ、まだね、美術やってない。やってない、2回ぐらいやったよ。これもメモ帳。これはユニコーンが前提なのかな。何、これもユニコーン。じゃーん、ユニコーン。こちらで同じ柄ですね、うん、全く一緒です。これここに書いてますよね、札が。1200円って書いてあります、これ。あ、これが全部で1200円。じゃあこれもセットってことですね。これも多分1200円です。これでもう超えちゃってますよ。これじゃあ一番初めにあったものも紹介しましょうか、はい、でちなみにまだ入ってますよ。まずこのね、外側の部分がカラフルのシャカシャカが入ってるこういうポーチですね。かわいいですね。まあなんか結構いろんなの入れれそうですね。うん、確かにね、シャカシャカって結構大きいんだよね、これ。そう、これビニールだからさ、夏って感じします、うん、確かに。このシャカシャカもなんか青っぽくてすごい可愛い、うん、こういう感じですね。ポーチですね。ポーチです。こういう感じです。はい、でその中にさらに入ってたのがシュシュかな。シュシュですね。なんかすごいユニコーンカラーですね。そうですね。このほ、かわいい、かわいい。はい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 、次。
なんかあれですね、これ小学2年生の子とかが開けたらすごい喜びそうじゃない？確かに。あ、ハート。え、待って、どういうやつ？もう中身全く一緒です、今も。じゃん、こういうイヤリング、ハートのイヤリングですね。同じです、全く。で、あともう一つ、じゃーん、ロケット。そう、ロケットペンダント、うん、じゃん。お、あ、これ、え、ロケットペンダントじゃない？ね、見て、カメラ越しに見るとさ、緑とかに見えない？うん、これ紫じゃない？ほら、あ、違う、色が緑に見える。え、色が違う、ちょっとアルちゃんの方見せて。ほんとだ、なんか面白いけど。え、え、青に見えない？青だ。あ、待って、これ温度で変わる、もしかして。あ、なんかすごい。え、じゃあ見せよう、見せよう。じゃあ今、あ、なんか角度によって変わるのかな、なんか角度によって。なんかこれ今青に見えるじゃないですか、緑に見えたりするんでね。アルちゃん見せて、それアルちゃんのこういう感じ、今のこういう感じ。ほら、でも角度に全然違うよね。でも角度によってアルちゃんのもほら青に、あ、黒に見えるんですよ。あとね、最初の方はね紫っぽかったんだよね。不思議なペンダントだね。なんかいいね。しかもさ、ここにさ、なんか写真とか入れられる系ですね。うん、写真入れる用なんだよ、うん、こんな感じ、写真とか入るから。これかわいい。前ね、サンタさんにもらった時も写真入れました、うんうん。これさ、なんか今ペンダントじゃん、うん、でもこれをさ、うん、キーホルダーとかに変えれば。確かに、キーホルダーにもできるからいいと思います。なんか面白いね、これ。面白いね、これ。不思議だね。じゃあ次行こう。はい、まだいっぱい入ってるよ。なんかメガネみたいなのない？あ、だんだんとちっちゃくなった。あ、ほんとだ、メガネ。いや、せーの、じゃん。ちょっと違う。Rちゃんのね、つけれる、まだ見て。これは756円ですね、書いてある。ねえ、嘘で、これ見て。え、Rちゃんの全然いけるよ、ひま。え、そう。え、でもひまちゃんはさ、なんかこれ、外していいかな。ねえ、嘘でしょ、見て。ちょ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 ねえ、ちょっと、うん、じゃあ公開しよう、公開。あ、いいね。これね、唯一違いますね、メガネは。はい、メガネは違かったです。すげえ。え、せーの、じゃん。うぅ、違う、見て、これ。なんかさ、さっきのこのメガネはこっちの方がなんかちっちゃい子にしかつけれないって感じだったけど、うん、まあ、こっちもつけれないけどね。まあ、つけ、うん、まあ、つけれますよ。あの、本当小学3年生ぐらいが思いつく。つけるか。あ、まあ、小学1年生の子がつけそう。じゃーん、これはあのお花のゴムです。アルちゃんはリボンのゴムです。これは400円。同じ表、400円。おお、こちらで、ね、こうやってこれ。じゃあ次、まだあるよ。え、待って待って、もう一個ゴムあるかも。せーの、じゃん。何これ、え。何これ。お、なんかもういいんじゃない。あ、いいんじゃない。じゃあ今のこちら、これなんかじゃん。なんですかこれや。これこれこれ、あれだよ、ピンだよ。ちょっと開けてみて。え、え、ピンじゃない。え、何これ。マジックテープ。あ、こうやってつけて。このね、マジックテープのやつなんだよね。これがピンクと紫と青、うん、じゃあこちら。いや、でもね、あ、ピンとも言えないけど、これね、実はじゃーん、マジックテープになってるんです。こういう、これね、こうやってパチッてつけるとこう止まるんですよ。だからこれがあれなのかなって思います。え、かわいい。かわいい。ありがとう。これで生きていけるしかないよね。かわいい。せーの、じゃん。お、かわいいじゃん、イヤリングじゃん。かわいいイヤリングじゃん。じゃーん、こちら、お、お花の、なんか紫のビーズっぽいお花の、うん、あ、これはかわいいよ。これはお値段400円です。イエーイ。ちなみにさっきのゴムはね、今の290円。お、はい、最後ですね。最後ですね。せーの、じゃん。え、なにこれ、さあ、ねえ、じゃあ、ねえ、嘘でしょ、これさ、あの、あれじゃない、ちょっと待って待って、お子様のラーメンセットについてくる、お子様ランチのここから選んでください。そう、それそれ、選ぶやつ。ヒントさ、ネックレスとさ、指輪がついてるよ。違うって、イヤリングと指輪とネックレス。やったね、やったね、やったね。私はこれイヤリングですね。そしてこちらが指輪、そしてネックレス。いやー、この3点セット。春じゃない？はい、じゃない？春じゃない？こんなさ、ピンクついてる人にやれると恥ずかしくなった。はい。
というわけでこんな感じで福袋以上です。イエーイ。ちょっとせっかくだからね、やっぱつけてみましょうよ。あ、全部終わったんです。かわいい、かわいい、ちょっと待ってね。よし。あ、かわいい。そして、あ、そういう感じで、これ見て、この伸びる、逆に本物じゃないけど。見て、なにこれ、リボン。見て、アラジンみたいじゃない？見て、アラジン。あ、それでですね、私のこのシールなんですが、うん、これはね、うん、星とかハートとか蝶々とかが入ってて、可愛いカラフルなやつで371円でした、うん、はい。最後にさ、あれはちょっと面白いんだけど見て、これ最後までつけようかな。ここが二つ結びです。私のコーデを紹介します。はい、まず一つ、うん、このこのこれです。リボンの、はい、結んでます。次はここにちょっと見せてるんですが、イヤリング、うんうん、お花のしてます。この私たちのコーデを参考にして、この小袋を買ってみてください。もうクレアーズさんも少しでなくなっちゃうので、はい、皆さんも早めに買ってください。かわいいでしょ。待って、これさ、なんかさ、ちょっとさ、あの遠目に見たらさ、かわいくない？遠目に見たらどうだった、アラちゃん？かわいかった。すごい、これとかね。というわけで、アラちゃんすごく楽しかったので、はい、皆さんも買ってみてください。では次回のひまわりも。ストップストップストップ。ちょっと待った。ちょっと待ってください。何？ちょっと待っちゃう。すっごい。はい、どうぞ。何？サプライズ。ありがとうございます。どうぞ。何？後で開封します。後の今度の動画で。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、あるちゃん、ありがとう。なんかレトロガールって書いてます。じゃあちょっとこれはまた今度後でのね、双子コーデでお揃いの動画があるので、それを見ていただければ中身はわかると思います。はい、というわけでありがとうございます。ありがとう。では次回のひまわり動画はお楽しみに。せーの、バイバイ。